はい、皆さんこんにちは、まつげです。今回はバタフライマッチ2戦目の動画となります。今回の対戦相手はリトーさんです。リトーさんは普段新章ツノポケモン統一シングルレートというタイトルで動画投稿されています。顔面モンボに、スーツ姿、その中身は福山雅治とかいう噂もあったりしますが、果たしてどうなんでしょう。大会に多数参加されていますので経験もかなり豊富ではありますが、まあ、実はですね、過去に同じ実況者大会に参加していたことがありまして、その時は私が優勝、リトーさんは予選敗退。リトーさんが生放送をしていた時にスナイプしてメガカブリアスでフルボッコにしたので、今回も同じようにフルボッコにしていきたいと思います。はい、では、考察どうぞ。はい、それでは考察の方に入っていきましょう。まず私のテンパートナスですが、こちらです。まあ、前回も説明したので私のパーティーの方は省きます。次にリトーさんのテンパートナーズを見ていきましょう。ニドキング、バシャーモ、テッカグヤ、ランドロス、ギャラドス、リザードン、レボルト、霊獣、ボルトロス、カプブルル、ヒードラン、エルフーンです。まあ、なんか見た感じ結構似通ってるなってパッと見思ったんですけど、実際よくよく考えるとそこまで似通ってなかったっていうことに気づいたっていうね。まあスノポケ統一っていう名前のただのチューパーですね。まあ、馬車バトン、積み、トリル、いろんな戦法が可能で、まあ、自分も選んでるっていうところから、まあ、何とも言えないんですけど、まあ、ちょっとエルフーンがかなり邪魔です。こいつが1匹入ってるだけでかなり戦法に幅が出るかなっていう感じがあるので、はい、まあ、エルフーンいなかったらね、トリルの線切ってよかったんですけど、まあ、ちょっとエルフーンいるのでトリルが切れなくなりましたね。まあ、エルフンがいなくても自由枠でトリル使えるやつが出てきたら、まあ、切ることはできないんですけど、まあ、ちょっとエルフン厄介だなーっていう印象ですね。で、まあ、一応この中で注意していきたいのが、バシャーモ、ギャラドス、霊獣、ボルトロス、エルフン。まあ、一応エルフーンがいるのでトリル軸で来るのか追い風で来るのか、はたまたバシャーモの加速バトンで来るのかっていうところがわからないんですよね。助けてください。まあ、全体的に刺さりがいいですし、まあ、詰めば止められそうにない、角ポケモンを私は自由枠で採用しようかなっていうふうに考えてはいます。はい、あと結構私のパーティー威嚇が痛いので、ランドロスの威嚇、ギャラドスの威嚇も結構痛いっちゃ痛いですし、あと地面タイプが多いので浮いてるポケモンが多い、プラスアルファ、カプブルルがいるっていうのもちょっと嫌なところですね。はい、というところをそのあたり踏まえながら、今回連れていく6匹紹介していきましょう。まずカプレヒレ、特製ミストメーカー、持ち物は半回復みです。性格控えめ、ムーンフォース、ハイドロポンプ、冷凍ビーム、挑発。相手のパーティーに割と刺さりがいいポケモンなので、連れていきます。まあ、火力がね、まあ、控えめ、Cブッパにしてもそこまでないので、で、過去に私ハイドロポンプ切って波乗りを採用したことがあるんですけど、乱数で相手に攻撃を耐えられたので、ちょっと今回は外しもありますけども、まあ、威力重視でハイドロポンプを採用してます。で、最後の最後に瞑想を切って、冷凍ビームに変更しましたが、果たしてっていうところですね。で、挑発は一応、まあ、トリル封じ用に採用してます。次、ガブリアス。特製砂隠れ、持ち物電気玉、性格、陽気、激凛地震投げつける剣の舞。まあ、リトーさんピンポイント対策用の電気玉ガブリアスですね。まあ、運のないリトーさんは運ゲーにめっちゃ弱いんで、永遠に痺れて動けなかったら、まあ、そこはちょっとかわいそうですね。笑うしかないです。はい。まあ、この子は、リトーさんと対戦が決まった瞬間、この子の採用はもう確定してたので、この子はぜひ連れて行きたいところではある。
次にバンギラス、特製砂おこし、持ち物命の玉、性格いじっぱり、ストーンエッジ、噛み砕く、冷凍ビーム、大文字。まあ、いたって普通の、両頭バギーなんで、特に、特筆すべき点はなしかなっていう感じです。で、次にドリューズ、特製砂かき、持ち物地面 Z、性格いじっぱり、地震岩なだれ、アイアンヘッド、角ドリル。まあ、上さえ取れればいろんなポケモンに有利を取れるために採用していますが、威嚇に弱いっていうのと、鉄かぐやにはちょっと要注意ですね。まあ、振りたい面なら相手を永遠にひるませて勝ちましょう。ただ、バンギラスとドリューズに関しては、あんまり今回使う気がないかな。まあね、一応連れてはいきますが、この2体。まあ、あとは相手のパーティー次第ですかね。次にリザードン X、特性固い爪、持ち物をメガストーン、性格は陽気です。フレアドライブ、ドラゴンクロー、雷パンチ、竜の舞。まあ、前れば全抜きも夢ではないかなっていうところですね。まあ、ランドロス、ヒードランあたり、今回ね、地震採用してないんで、ヒードランにも気をつけながら、竜の舞を積んでいきたいと思います。で、まあ、今更なんですけど、今回連れて行った6体、かなり物理が多い。大丈夫かな。で、最後、自由枠ですが、今回の自由枠はこの子ですね。パルシェン、特製スキルリング、持ち物気合のたすき、性格いじっぱり、アクアブレイク、つららばり、ロックブラスト、殻を破る。まあ、全体的に刺さりがいい上、たすきまで破壊できるっていうことで、まあ、個人的に使ってみたかったナンバーワンツのポケモンですね。普段ダブルやってると、この子使うことないので、今回新たに育成をしました。で、まあ、四天王のカンナさんもね、使ってたので、このポケモンを使ってる人は、まあ、美人確定っていうことですかね。はい。というわけで、この6体で、今回伊藤さんと対戦していきましょう。それでは対戦パートへどうぞ。今回、対戦パートに入る前にちょっと謝罪しなければならないことがあるんですが、リトさんと対戦するときに、録画ボタンを押し忘れるという初歩的なミスを犯してしまいまして、今回の対戦画面が、一応バトルビデオの録画のものとなります。でもちろんちょっと録画ボタンを押し忘れたということもあって、音声もその時の分が取れていません。映像はバトルビデオの、音声は後付けとなります。録画していた時に話している内容を大体話してはいるんですが、ちょっと二窓で見るとかいうことができないので、はい、大変申し訳ございませんでした。ちょっと以後ね、気をつけていきます。はい、では考察の方に入りましょう。自由枠メガヘラクロスですね。あー、メガヘラクロスですが、まあ、確かにかなり、刺さっていますし、私の自由枠パルシェンと特製、スキルリンクが被っているという、ここまでね、ダダ被りするという結果になりましたが、まあ先発はもしエルフーンが初手に来てトリックルームっていう展開が一番嫌ではあるので、まあ、全体的に刺さりが良くて挑発を持っているカプレヒレを選出します、初手に。で、まあ、あと後ろは自由枠パルシェンと、リザードン X が良さそうではあるので、リザードン X で、はい、選出したいと思います。よし、行きましょう。まずは手始めに、この動画の視聴者全員の顔をマタドガスに変えていくわよ。さあみんな行きなさい。ドド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 ド
今私のファンが何人か倒された。近くに何かいる？なるほど、囲いの大群に女子力を吸わせ、それをお前が独り占めしていたのか。お前が囲いに信号のようなものを送り操っていたとすれば、この不可解な集団マタドガスにも説明がつく。姫であるお前を排除すれば、この目障りな囲いもいなくなるのか。お前を排除する。そのまま動くな。私を排除するですね。あなたの顔もマタドガスに変えてあげる。はい、それではリトーさん対戦よろしくお願いいたします。リトーさんの初手はモーリラン、バシャモですね。うちの初手はレヒレちゃん、カプレヒレです。まあここあれですね、ユーリオン対面ってやつですね。はい、いきなりユーリオン対面取っていく。ここなんですが、まあ多分初手は守るだと思うんですよ。ただちょっとこのレヒレ、まあやっぱ瞑想型にすべきでしたかね。瞑想あるなら、もう、ノータイムで瞑想するんですけど、瞑想がないので、とりあえず、ハイドロポンプ打ちましょうか。ハイドロポンプで行きましょう。相手守るですね。これは予想通り。で、ハイドロポンプは守られると。で、バシャモが1加速していきましたね。で、ここですが、ちょっと卓ではありますね。これ以上積まれて、後ろに繋がれた場合、ちょっとかなり、こっちが S 操作できるポケモンがいないので、まあ、積みポケモンは、後ろが積みポケモン2体なんで、これ以上積まれるのが辛いから、挑発を打つか、まあ普通に後ろを読んで、ムーンフォースを打つかっていうところなんですが、積まれた時の方が嫌かな。挑発打ちましょうか、挑発。挑発で。あ、マジ、バタンタッチ。そう、やばいから。水島ヒロ。どこが水島ヒロ？これ、ちょっと無駄打ちですね。ここ今、ムーンフォース打ってたら、多分、これ、エースでしょう。バトンする、加速バトンの先にいるってことは、エースだと思うんで、多分ムーンフォース一発で落ちたんじゃないかなと思うんですよね。きついな。メガヘラクロスでしょう。ね。まあ、ここもムーンフォース打つしかないんですけど、種マシンガンだよね。種ガンが、まあ、木の実あるんで、一回は耐えるんで、まあ、まだ負けす。まだ勝ち筋は残ってる、一応。多分ムーンフォース、エースなんで、ムーンフォースの急所で落ちるんですよ。ここムーンフォース打つしかないですね。ムーンフォース打ちましょう。メガヘラクロスにメガ進化。種マシンガン。まあ、急所とか入らない限りは、最後のね、一発で入らない限りは耐えると思う。微妙か。耐えた。OK。木の実発動、ギリギリ。ギリギリっすね。で、回復。
やばい。あーでもムーンフォース急所お願い、急所当てて、急所急所急所、くっそくっそ、これ何乱数なんかな、ちょっと待って、これマジで乱数、乱数じゃない、うわパルセン先生はないんだけどねー、ここでパルシェンが先制技切ってる、切ってしまったのをちょっと裏目に出てる、悲しい。やばいっすね、とりあえずパルシェンしか投げれないかな。リザードン耐えないよね。あーパルシェンは大変よな。でもこれマジか、ちょっとあーエルフに怯えすぎた。パルシェン、このために育てたんだお前を、耐えてくれんかね。ねえ、なんかバグって3発で止まらない？止まらないよね。4発。あ、もうダメだわ。急所だわ。急所引かれた。ちょっともうあともリザードンしかいないんで、リザードン投げます。相手が弱っている。相手が弱っている関係ないんですよね。で、リザードン X にメガシンか。ああ、悔しい。かなり悔しいですね、これね。ああ、6ブラ、外しもないし。何もできなかった、マジ。完全にプレミじゃん、挑発。はい、伊藤さん、対戦ありがとうございました。なんで僕を選出しないんですか。一発の10万ボルトで急所麻痺、麻痺バグを引くような男ですよ。麻痺させれば絶対勝てたのに。だってあまりにも刺さってなかったんだもん。特に有効打のないヘラクロス、デッカグや苦手なフェアリータイプエルフーンにブルル、そして威嚇してくるおじさん。じゃあタイトル詐欺じゃないですか。もし今度実況者大会に呼ばれたら必ずガブリアスを選出するから。呼ばれたらの話だけどね。ところでなんで立ち絵バチュルなんですか。はい、ここからは後語りとなります。今回の対戦で一応バタフライマッチ2戦終了しましたので、今回の動画をもちましてバタフライマッチの動画は終わりとなります。まあ、結果は1勝1敗なんですが、まあ、反省すべき点は2戦目のリトーさんの対戦でしょう。まあ、あの場面何を思ったかわからないんですが、当初なぜか挑発、絶対打たなくていい挑発を選択してしまってるのが完全にプレミで、初手はハイドロポンプは即決したんですが、まあ、2ターン目ムーンフォースを打つか、挑発を打つかすごく迷ってて、結果挑発を打ったんですが、まあちょっと後ろのことも考えたりとか、通りのいい技、を打った方が絶対にあの場面は良かったですよね。で、正直エルフーンにかなりトリル展開されるのもダメだし、追い風の展開もダメだしっていうことを考えて、エルフーンにかなり振り回されてたなっていう印象も、ありますね。まあ、あと、この対戦入る前になぜか最初は瞑想レヒで
を使おうと思ってたんですけど、何を思ったか私は瞑想を切って冷凍ビームを入れたっていう、そこもちょっとダメなところですよね。木の実と相性のいい、もともと瞑想型で使ってたので、あのままで良かったんですけど、なんで冷凍ビームに変えたかなっていう感じです。まああとは普通に電気玉ガブリアスからのその後パルシェンにつなげるっていう動きでも良かったのかなっていうところもありますね。まあ何言ってもね、結果論ではあるんですけど、一応まあ次につなげるためにね、反省することは重要だと思ってますので、はい。パルシェン先生技切ってたのは、相手視点からしても、相手が先制技使えるのが基本エルフーンしかいなかったはずなんで、パルシェンその場合空やぶしちゃえば、バシャーモンも落とせるし、他のポケモンも一匹で見れるから、まあ先制技切るかと思って切ったらこうなりましたね。はい、まあそこも、まあ、反省点っちゃ反省点ですけど、まあ全部結果論でしかないので、はい、次ね、もし大会に呼ばれるようなことがあったら、まあもっと、考察ね、深くして、優勝、まあ今回は優勝とかないけど、考察していきたいなと思います。で、ここからは質問返しになります。得意なメガ枠、まず得意なメガ枠ですけど、まあ得意かどうかはよくわからんけども、一応前田のあの1800超えたパーティーのメガ枠は、メガギャラドスか。メガギャラドスで1800超えてます。ですけど、別に得意かって言われたら、ぶっちゃけ得意ではないかな。動かしづらいしね、あいつ。で、あと使うのはガルーラとメタグロスですかね。まあ、これも別に得意っていうわけでもないけど、リザードンはね、全然使いこなせなかったです。はい、苦手ですね。まつげさんはぶっちゃけゲームオタク女子だと思うのですが、中高の時とか社会人になってから女性とゲームの話とかがっつりすることあるんですか？僕学生なんですけど、オタク女性って社会に一定数いるものなんですが。次がゲームオタク、まあゲームオタクですけど、いやー、いないっすね。いないですよ。私、女性でゲームが好きな友達いないです。中学校の時までは、幼馴染の女の子がポケモン好きだったんですけど、あの子は高校になってからね、全くやらなくなったんで。まあ、社会にいるっちゃいるだろうけど、まあ隠れ女性、隠れオタクみたいな感じの人ももしかしたらいるかもね。いるかもしれない。まあ別に気にしなくていいんじゃない。私は一切気にしたことないですけどね。自分から周りに言いふらしてもらいますもんね。ゲーム好きっつって。ポケモンが好きって言って。いつもびっくりされるけど。なんで、まつげという名前なのですか？このまつげっていう名前は、まつげが長いからです。今まで育てた変態型ガブリアスは？変態型ガブリアスは、まあ、水ゼットガブリアスぐらいじゃないんかな。あんまり、ポケモン上手じゃないからね、変態型とか使いこなせないんですよ。はい。得意な料理を一品教えてください。得意な料理は、得意な料理か。まあ、みんな分かってると思うけど、
まあすごいね、まあわかるんですよ。すごい私多分料理がうまそうだなとか家庭的だなっていう風に見えると思うんですけど、実は料理は全然できなくて、そう全然ねできないから、まあ一品あげるとしたら卵焼き。ガブリアスが好きになったきっかけは何？ガブリアスが好きになったきっかけは、まあもう本当ダイヤモンドパールの時に白菜が最後四天王のチャンピオンか、チャンピオンの白菜がガブリアスを出してきた時からもうめっちゃ好きです。もう強さもすごい好きだったし、なんだろう、見た目もめっちゃ好きなんですよね。めっちゃかっこいいと思って、もうダイパからも出てきた当初からずっと好きです。はいはい、というわけでバタフライマッチの動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。この先もまだ他の方の対戦動画が上がりますので、そちらの方も楽しみにしていただけたらと思います。はい、皆さん本当に応援ご視聴ありがとうございました。バイバイ。